ピタピタピタ、ピタパンは直径20センチくらいの平たく円形のパン。地中海沿岸、中東、北アフリカで広く見られる食文化である。小麦粉に水、塩、砂糖、イーストを加えて1時間ほど発酵させ、コーンのオーブンで一気に焼き上げる。中が空洞のポケット状になっているところから、英語ではポケットパンとも呼ばれ、フムスなど様々なソース類をすくって、 食べたり、中にスブラキやケバブ、ファラフェルなど、野菜や肉、マメ類などの具材を挟み入れたサンドイッチとして食べる。ピタの歴史は古く数千年にわたって、中東の人々の主食の一つであり、中東においては、現在も食されている。イタリアのピザの起源とも言われる。ギリシャ語では、ピタは、ブレクのようなパイやケーキをもさす。歴史的シリアからの移民がピタをもたらしたジャマイカでも、 よく食べられており、シリアのパンと呼ばれる。ありがとうございます。